はい、道山です。ここでは高校受験数学の勉強法というお話をしていきます。過去にですね、高校受験数学の勉強法は1本動画を作っているんですけど、もう少し今回はですね、詳細編ということで、もう少し細かい説明をね、噛み砕いてお話ししていこうと思います。この動画の通り勉強していただければ、本当にですね、すぐに数学の偏差値はぐんぐん上がっていきますので、その結果、高校受験の合格率もぐーんと上がりますので、ぜひね、参考にしていただければと思います。で、まずですね、自分の実力に合った問題集選びということで、一番最初にやるべきことは問題集を選ぶことなんですね。なぜなら、問題集選びを間違えてしまったら、絶対に偏差値は上がりません。これ極端な話、例を挙げると、例えば偏差値60をの学校を目指している子がですね、偏差値40の学校に入ろうとしている子が使うような問題集を使ったらどうなるでしょうか。おそらくほとんど簡単でですね、全然実力がつかないと思います。まあ、その逆もしかりですね。なのでですね、あなた自身に合った問題集を選ぶ、これがもう合格への最短ルートなんです。で、じゃあどういう目安で選んでいったらいいのかというと、ポイントは2つあってですね、まずは3回繰り返すことができる分厚さということで、結局問が、ですね、受験の問題集ってこう繰り返すことで、実力がついていくんですよ。だから最低でもやっぱ3回ぐらいはできる、分厚さのものを選ばないと逆効果になってしまうので、これはまずちょっと意識してください。次にですね、直感的に読みやすいものということで、これ何かというとですね、まあ、問題集と一重に言ってもいろんな種類の問題集があるわけです。で、その中でやっぱりね、あなた自身が使いやすいという思うものが絶対あるんですよ。で、それを選ぶってことが大事ですね。なのでこれはお父さんお母さんとかがね、問題集を選んでしまうと、この直感的っていう部分がずれてしまうので、やっぱりね、やる気が出なくなっちゃいます。これちょっと気をつけてください。あと参考書は必要ないということで、まあ問題の解き方とかが載ってる参考書っていうものもあると思うんですけど、これ基本的に必要ないですね。大事なのは、もうひたすらこの問題を解くってことなので、問題集を買うようにしてください。で、次にですね、問題集を繰り返すということで、まあ問題集が見つかったらひたすらそれを繰り返していきます。で、ポイントもまたこれ2つあってですね、1つ目は2回目は1回目に間違えた問題のみをやるということで、繰り返しやっていくときにですね、例えば全ての問題を全部解こうとしていたら、まあ時間がすごくかかってしまうんですね。なので2回目はとにかく1回目に間違えたところのみをやっていくっていうのがすごく大事なポイントになります。で、まあ、同じように3回目は2回目に間違えたところのみ。で、まあ、余裕があればですね、その後4回目でもう1回一通り全部やると、まあ、非常にいいです。で、次に分からない問題は捨てるのがポイントということで、まあ、偏差値50以上のね、学校を狙っていくのであれば、やっぱり一通り解かないといけないんですけど、まあ、それでもですね、とりあえず最初の段階では分からない問題は捨てちゃっていいですね。で、捨てちゃって、例えば、家庭教師の先生に聞くとか、そういうような感じでやっていくといいと思います。とにかく捨てて、大事な分かる問題だけにフォーカスしていくって感じですね。はい。でですね、次、応用力をつけるならハイレベル問題集ということで、これ何かというと、ただ基本問題だけを解いていくだけだとですね、やっぱり応用力に対応ができなくなっちゃうんですね、応用問題に。やっぱり応用問題を解くためにこの応用力をつけるわけなんですけど、どうしたらつくかっていうと、まあ、いろんなね、問題を解くってことが大事なんです。なので少しレベルの高い問題とかもやっぱ慣れていくと応用力がつくわけです。そこでどうしたらいいかというと、偏差値50以上の高校を目指す場合はですね、少しハイレベルな問題集を購入して、それをまた1、2、まあ、2回ぐらいですかね、繰り返し解くようにしてください。これで、すぐに応用力はつきます。で、もしね、数学が苦手っていう場合は、もう他の教科の勉強を、するってことがいいと思います。で、これどういうことかというと、無理にですね、数学で点数上げる必要ないんです。例えば、じゃあ公立高校の場合は5教科の合計点で決まるわけなので、数学が苦手だったら国語の点数を代わりに上げたっていいわけです。なので、もうどうしても苦手っていう場合は、この3番は捨ててですね、2番まででやっていくといいかなと思います。で、最後 A4 番、過去問を使って時間配分になれるということで、数学の場合ですね、やっぱ問題を解いていくときに、結局時間配分っ
ていう壁にぶつかるんですね。つまり1番を何分で解いて、2番を何分で解いてっていうのをあらかじめこう理解しておかないと、最後残り5分しかないのにまだ半分しか終わってないみたいなことが起こっちゃうんです。なので過去問を最低3年分ぐらい解いて、しっかり時間配分に慣れていくってことが大事になります。あと問題の雰囲気になれるようにするってことも大事でですね、これどういうことかというと、問題、やっぱり定期テストと高校受験って問題の雰囲気が違うんですね。なので過去問をこう解いていくことで、その特有の雰囲気になれることができるので、やっぱ点数が上がりやすくなるというような、そんな感じです。なので、しっかりですね、この雰囲気になれるように過去問をやっぱ解いていくってことが最後大事になります。でですね、さらに詳しい説明はホームページでということで、この動画の下のね、詳細のところに私のホームページの URL が貼ってあります。こちらではですね、今お伝えしたことのもう少し細かい説明をですね、いろいろ細かく書いていますので、よかったらこちらも参考にしてみてください。具体的にはですね、おすすめの問題集とか、あと細かいテクニックということで、まあですね、じゃあ実際どういう問題集使っていったらいいのかとか、じゃあもっと効率よく数学の偏差値を上げていくにはどういうテクニック使っていったらいいのかとか、そういったお話もね、たくさんしていますので、参考にしてみてください。あと、7日間で成績アップ無料講座ということで、この動画の右上のね、ボタンをね、タップしていただくと、私が現在無料で配信している成績アップ講座というものの詳細を確認できます。よかったらこちらもね、一度参考にしてみてください。今までにね、3万人以上の方が読んでいただいて、本当にたくさんの方のね、点数がぐんぐん上がっている講座です。私がね、今までやってきたものを全部ね、無料でお伝えしている講座ですので、よかったらこちらもね、参考にしてみてください。あとよかったらね、チャンネル登録もしていただけると、非常に嬉しく思います。